故郷の星を逃れた超能力生物エスパー星人の2人は光の両親に姿を借りて地球に亡命した。このことを光は知らない。エスパー星人の2人は密かに超能力を使って光の叔父であり光波エネルギー研究所の所長である浅川博士の研究に力を貸して7つの力を持つ強化服を完成。これを光に着せて高速エスパーと名付けた。バババババビューンと空を行く。光より速いのさ、輝く強化服かっこいいぞ。僕らの高速エスパー。バババババビューンと燃えて、パパパパパビューンと燃えている。太陽のエネルギーファイトはまんまんかっこいいぞ。僕らの高速エスパー。ご存知のように空陸両用車であるホバークラフトは先日英仏海峡の横断に成功いたしました。私たちはこのホバークラフトのエンジンをガソリンではなく太陽エネルギーを使って動かし、日本からアメリカへ太平洋横断を観光するプランを立てたのです。最高時速75ノット。航続距離はこの太陽系に太陽がある限り、つまり無限ということです。性能の点でも原子力エンジン船に少しの引きもといいません。ジェット旅客機の進歩は世界を空から結びつきましたが、この太陽動力船の出現はやがて7つの海を一つにつなぎ合わせることでしょう。それで、その完成はいつですか？すでに完成してます。そんな噂は全然聞いてないな。ここで聞いたら。眩しい！ミチル、どうしたの？誰がこんな落とし穴作ったの？私知らないわ。あ！博士、妙なものが。ん？西君、ワイガーカンタを貸してくれ。はい。放射能の危険はないようだ。他の穴も調べてみてくれ。ただの隕石でしょうか？今まで見たこともないもんだが、宇宙空間から落下した鉱物の一種と見るべきだろう。このくらいの大きさで60キロもあるんだ。大人が2人がかりでやっと持ち上げたんだよ。よほど質量の大きな鉱物なんだな。浅川博士はどんな鉱物だか見当もつかないって。分析の結果が出たら電話で教えてくれる約束なんだ。来た。はい、僕光です。いろいろ調べてみたんだがね、あれは地球上の物質じゃない、隕石らしいよ。隕石ですか。人間とも驚くな。今に見ておれ。アメリカの中部地方にはウィッチヘアという怪現象があるそうだが、今度の事件はそれ以上だな。ウィッチヘアって？得体の知らない透明の糸が何の前触れもなしに空から降ってくる。
それをウィッチヘア、つまり魔女の髪の毛と名付けたわけだ。もし魔女が本当にいるとしたら、今度の隕石も何を言い出す気だい。だって自然現象にしてあんまり突飛すぎるもん。そんなこと考えるあなたの方がよっぽど突飛よ。どうしたんだ。光のことなら心配いらんよ。地球を守るエスパーも強化服を脱げば普通の少年さ。それでなくてもあの年頃は何か不審なことが起こると何でもオーバーに考えがちなんだよ。そうじゃないの。私が心配なのは逆に光の想像が当たってるんじゃないかってことなの。何？まさか君は今度の事件が議論星人の仕業だと。そうでないことを祈りたいわ。議論星人め、今度は何をやらかそうと言うんだ。ハイマン眼光の雨に大騒ぎしとるぞ。バカなやつらめ。我々の計画は着々と成功に近づいている。さあもう一踏ん張りするんだ。うまくいけばいいが。成功させるんだ是が非でも。それ以外に我々議論星人の栄える道はない。人間どもめ、楽しみに待っているがいい。今度こそ貴様らの息の根を止めてやるぞ。予定通り浅川博士たちの乗り込んだ海洋動力船は世界中の人々の注目を浴びてアメリカに向けて出航した。カオルちゃん、どうしたの。浅川博士、お嬢さんからお電話です。カオル？どうしたんだ、カオル。おじいちゃま、大変よ。大変？このテレビ電話はね、研究所とこの船をつなぐ大事な機械なんだ。非常に使っちゃいかん。何言ってんの？ミチルが行方不明になっちゃったのよ。え？どころいつも言っとるじゃないか。目を離しちゃいかんって。言い訳なんぞ後だ。早く警察に知らせなさい。おおいた。ミチル、お前いつの間に乗ったんだ。ここよ。カオル、もう警察には届けんでもよさそうだよ。え？あかんでた。どんなことをしても人間どもを倒すのだ。倒せ倒せ倒せ。体系を整えよう。どうした。太陽が歪んでます。太陽が太陽を歪ませるとはなんという超能力だ。議論星人はそれほど恐ろしい奴らだったのか。いいえ、いかに優れた超能力でもそこまでは無理ですわ。だが現に、そうか、分かったぞ。歪んだのは太陽じゃない、空間だ。空間そのものが歪めば当然太陽も。何をする気で議論星人たちはこんな。パパ、今浅川博士から連絡があってね、船の近くではカモノが海にバタバタ落ちてるそうだよ。危ないわ。すぐ博士たちを引っ返させなきゃ。どうします博士。新記録はいつでも作れます。次のチャンス待ちましょう。すぐ東京に帰りましょう。よし、じゃあ戻ろう。はい。
じいちゃま怖い。何が起こったのかね。なんだかわかりません。あ、船がバックしてる。ぐんぐん引き寄せられていく。大きい、すごい大きさだ。あの竜巻のために海水が吸い寄せられているんだ。こうなったら停止用のジェットを噴射して竜巻が止むのを待つしかない。船長、ジェット噴射をさせてください。了解。吸い込まれるだけは免れましたね。うん。しかしこのジェットエンジンが持続に耐えるのは12時間だ。一刻も早く竜巻が止んでくれればいいが。おお、船が。どうだ、我々の念力の威力はもう一踏ん張りだ。それ。日本各地の人々を混乱に陥れた太陽の突然変異については天文台では全く原因がわからないと言っており、騒ぎはますます広がりそうな様子です。ところでアメリカに向かって出発した光波エネルギー研究所の太陽動力船はこの事件のために計画を中止して東京へ引き返すことになりましたが、予定時刻を過ぎても帰港せず、その安否が気遣われております。あなた、コーヒーが入りました。ああ、うん、ピカル、こんなに早くからどこ行くの？ああ、見つかっちゃった。みちるちゃんたちが心配でじっとしてられないんだよ。お父さんたちも心配でとうとうここで夜を明かしちゃったんだよ。じゃあ、僕ちょっと行ってくる。いよいよエスパーの出動だな。私も地下になって。だんだん弱くなってます。メーターを見てくれたまえ。はい。あと1時間。それまで竜巻が終わらないと、船が落下して竜巻に飲み込まれます。博士、どうしましょう。落ち着くんだ。そう、今は遅いしかない。お、博士、船が前進してます。本当か。船が前進している。エスパーだ。エスパー、頑張れ。
丈夫。船を止めて着水してください。僕はあの竜巻を調べに行きます。ありがとうエスパー。しっかり頼むぞ。船長、着水してくれたまえ。はい。すごい竜巻だ。この竜巻を止めることができるかな。竜巻なら吸い上げた水が必ず下に落ちるはずなのに、こいつはまるで空間の中に溶け込んでるみたいだ。正体不明だが人類の危機間違いなし。このまま続けば地球上から水がなくなってしまうわけだ。よし、こいつを調べてみよう。一体どういうことになってるんだ。どうしてこんな宇宙空間まで続いてるのかな。チカ、スペースワープ。スペースワープ。よし、なるほど。それで全ての謎が解けたぞ。宇宙はこのボールのように丸いものと想像される。それがこのように強力なエネルギーを加えるといろいろな現象が起こる。太陽が歪んで見えたのもそのためであり、竜巻が起きたのもそのためなんだ。そうか。でも誰が一体こんなこと。誰にせよ恐るべき力を持ったやつだよ。なんとかしてその空間を元に戻さねばなら。それじゃよほど強烈なショックを与えないとダメですね。そのショックも瞬間的なものでないとかえって空間の裂け目が広がってしまう。中性子爆弾を使うしかないな。それも1個や2個ではなく10個以上ないとダメだ。わかりました。疲れた。もうヘトヘトだ。俺もだ。俺もだ。弱音を吐くな。地球の水はまだ3分の1も減ってはいないぞ。頑張るのだ。我々の繁栄のために。くそ、人間ども、死ねえ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 。
これで全部終わったぞ。爆発は10秒後だ。邪魔をしてくれたな。この仕返しは必ずしてくれるぞ。任務完了。ありがとう、エスパー。みんなに代わって礼を言うよ。いいえ、これが僕の務めです。これからもピンチの時にはいつでも呼んでください。うん、頼んだぞ、エスパー。